どうもねむたけです。コンストラクションシミュレーター続きをやっていきます。さて次はですね、キャンペーンの続きですね。文化的遺産、これの3つ目かな。はい、建設現場の騎士、これをやると記念碑って書いてますね。建設現場から騎士の遺骸が見つかりました。工事を続ける前に貴重な遺品を回収しておきましょう。というわけで、パレット苗木、リゾート地なんだね。会合をやります。そして出土品の確保、はいはい、もうこれはフラットベッドクレーンでこと足りるってことね。で土地開発、ドーザーで敷き鳴らしあするだけで、氷土の除去をやって砂利を持ってって砂利圧縮で穴掘って苗木持ってって開墾、まあでも苗木の開墾かな、わかんないけど、苗木設置、特殊部品、おそらくこの画面の真ん中にあるやつかな、この写真のね、これをまあ設置する。これもフラットベッドクレーンだね。だからまあ特別なことはどうもない感じだね。 OK、 ちょっと夜なんでね、まあ、朝になってからまあやりましょうかって感じですね。会社のアップグレードレベルはどうなんだ。キャンペーン1個、12台の建設機械で、残高100万、これなんだろうね、単位クレジットでいいのかな。給油25回、修理25回。ほぼやってないよね。いや、これちょっとやった方がいいね。給油と修理ね。残高ね。なかなか難しいね、そりゃ。まあ、じゃあこの辺もちょっとやんなきゃというか、やりながらやった方がいいのかな。ちょっとその辺の効率も、ちょっと考えた方がいいのかもね。これいきましょう。建設現場の騎士、受注、仕事の強度こうね。で受注、さて会合ですね。どこ、あここか。ファストトラベルできるの？行ったことある？ないような気がするんだけど。まあとりあえずね、最初に現場に向かう時ぐらいはちゃんと行こうかなと思って。ほらよ。あんまりちゃんとではないけど、おっとっとっと、車、路肩の車がビヨーンって跳ねてんだけど、ほら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 。ちょっと今日ね、キャプチャーが止まりまくるね。だいぶちょっとよろしくないな。ダメかもね今日は。オッケー、いたね。いやーすいません、お待たせしちゃって申し訳ないですね。ごめんなさいごめんなさい。おや、ちょうどよかった。ある建設作業員がこの現場で中世の武器を出土したのです。私が出土品を簡単に調べてみたところ、修道院の遺物との共通点が確認されました。実に驚くべきことです。どうやらそれは修道騎士の剣だったようです。この騎士を見れば疑う余地はありません。きっと騎士は闇より紛れで修道寺を護送していたところ襲撃者に囲まれてしまい、修道寺を守ろうとしたのでしょう。復元作業の方は完了したので、修道院で見つかった騎士像をこの場所に飾ろうと思います。
その基地が最後の痕跡を残した場所ですからね。何せよ彼も町の歴史の一部なのですから、ここで何が起こったのかわからなかったとしてもです。おお、消えた。なかなか。さて、出土品を確保する。これね。はいはい。え？あ、もう箱詰めしてくれてんの？もしかして。あら。プレハブ部品、ん？プレハブの部品を設置。はははは。で、その後特殊部品を届けるんだね。OK。わかった。じゃあ乗り物というかトラックで来ないといけないな。クレーンで。搬出。乗る。そしてタクシー。え？おお、こっち側か。一瞬どこか分かんなかったよ。で、これを積むんだね。ああ、先にこっちか。 OK。 よいしょ。雑。はい、 OK。 で、リセット。あ、リセットしちゃいけなかったな。これ積まないといけないんだよ。届かんかな。届かんか。いや、いけるだろ。いけた。車移動した方が早かった気がする。ほい、リセット。で、これを届けると。どこまで？博物館かな？よし、まあ届けるっていう仕事だから、これに関してはちょっとファストラじゃなくて GO かな。輸送自体が仕事だからね。ここ曲がらないとダメ？なんでこんなルートを指定したんだろうな。混み具合とかなのかな。さすがにそんなの見てねえよな。の、さすがにリゾート地だけあって高そうな車が止まってるな。はい、あー、ごめんなさい。先を急いでしまいました。はい、ルイドルイドー。赤ですね。上がってます。止まりますよ。オッケー。よいしょ。追い越しちゃうぞ。うわ、すごいね。こんな橋あったんだ。初めて撮った。なかなか街並みが綺麗だよね。オッケー。おっと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 、危ない。ふう、赤信号。オッケー、持ってきましたよ。ちょっとすいませんね。よいしょ。
ほい。ほいっと。エリアを敷き鳴らす。これは。使うよね、確かね。一回、とりあえず一旦ここに置いとくか。象を運ぶんだけど、あれがどっから運ぶのか、こっから運ぶのかな。ちょっとわかんないから。で、ドーザーか。あ、やべ。ヘタクシー。オッケー。ドーザー買っちゃうってでもあるけどな。お金も結構貯まってきたしな。あ、そうそう、これね、この辺のパワーショベルでっていうのかな、この1個ね買おうかな。この違う、これは車輪だからダメなんだけど、多分ね、これこれ、この辺のねキャタピラになってるやつをね買おうかなと思って。クローラ式掘削機かっていうのを買おうかなと思ってるんですよね。で、ドーザーね、ドーザーも別に1台あってもいいけどな。どうせ使うじゃんっていうのはあるよね。だとすると、でかいのがいい。でかいというか、あ、たっけえんだな、これ買うとなると。で、もし買うなら、リッパー付きのやつがいいと思うんだ。どうせだから。となると、こっちの値段も、これも結構すんな。でけえの、こっちもな、どうせならでけえのがいいでしょ。掘る回数少なくて済むんだからさ。じゃあドーザーは一旦借りようかな。ドーザー多分使ったことないのこれだけじゃない？だからこれを一回ちょっと使ってみようよ、借りて。オッケー。さてどう？移動すって。タクシー500か。なかなかだな。お、なんか音が鳴ったぞ。おお、マイルストーンレベルが上がった。で、敷き鳴らしだね。え、敷き鳴らしってさ、あー、なるほど。遺跡発掘で掘削してるから結構な土を埋め戻さないといけないんだ。いやー、面白いね。つまり、はいはいはい、そういうことね。いいね、楽しい。じゃあやっていこうか。お、これ左右にも行けんだ。あれ、ドーザー全部そうだっけ。そうだったかもしれん。よっしゃい。いや、まだ 8% とかね、全然進まないんだけど。本当にこれ合ってる？あー、でも青にはなってるのか。埋め戻すじゃなくていいのかな。まあいいか。ドーザー結構楽しいよな。おー、楽しいぜ。なんかでも、あのくぼみに土が落ちていってる感じはないな。
正直ここもさ、この方向に押し出したとしてもパーセンテージは上がると思うんだよね。ほらね、ただこれでいいのかっていう話よ。まあいいか、やっちまうか。できればやっぱさ、ちゃんと仕事をしたいじゃんね。うわぁ、やべ、このドーザーなかなかいいな。やばいやばいやばい、うわー最悪だー。あの部分の敷き鳴らし結構むずいかもしれんぞ。多分ここはやんなくても終わる部分だろうとは思うけど。うわー怖え。よし、これはあれだな、すまんな、ちょっと一旦こっち、よいしょ、70%いったぞ。よっしゃい、よっしゃい、やばい、19時だ。今日中になんとかこの仕事は終わらせたいな。おらよ、おお、すげえ、ライトついてる気がしねえんだよな。ついてる？ついてはいるんだな。これ勝手につくんだっけ。夜仕事しねえからな。だいぶ暗かったよ今乗った時。あれでも今そんな暗くねえな。よいしょ、95、96、この山突撃すればいけんじゃないか。オッケー、いけ。はいどうも、建設現場を片付ける。はい、今出ます。なんかめちゃくちゃ掘り下げちゃってるけど、範囲が広くない？どっから出ればいいの？青の線が描かれてない気がするんだけど。オッケー、おっとスキルが上がったってよ。はいはい、次もドーザー仕事だね。兵道除去、兵道の除去ってさ、これリッパーではないんだね。リッパーではないの？道路作るやつだもんね。20時47分か、わかった。じゃあ明日だね。君には明日も引き続き頑張ってもらうから。この無意味なライトは消えていいよ。何一つ明るくない、君のライトは何一つ明るくないじゃないか。よし、21時だ。じゃあ今日は撤収。また寝過ごしたぞ。よし、続きだ。7時になっちまった。さて、ここを兵道除去だね。
じゃあ行くぞ。いや、パーセンテージ全然上がんなくない？そんなことある？もしかしてリッパーの仕事だった？あ、1% 上がった。これやってみようか。あ、リッパーすげえじゃん。みるみる上がっていくよ。リッパーと同時に使うのも良かったのかな。前はあんまり関係ないかな。いや、やっぱリッパーがすげえな。そうだね、なんか前でのけなくてもリッパーで通るだけでいいっぽい感じだわ。正しいのかな、これ。あー、でもこれ一応前で走ったとこも緑にはなってるか。ってことは、まあ、下げるの無意味じゃないのかな。これ盛り上がっちゃうじゃんね。なんか通るだけでちょっと赤になっていってる気がする。やっぱ前のブレードだけで良かったのかもな。まあ、おいおいだな。勉強していこう。砂利を届けて散布する。じゃあ今度これにしてみよっか。あ、でもどれ使ってもそんなに差はなさそうだけどね。ヘイタクシー、砂利採集場。で、砂利を撒くと。形がなかなかちょっとむずいよね。
さてと、おお、結構一気に出るなこれ。ちょっと通路部分に巻きすぎた感はあるな。まだちょっと残ってるよね。いやー、旋回範囲が、全出ししちゃって。オッケーオッケー。さて、で散布か。ドーザーで散布するの実は初めてかもね。ブレードをどのぐらい下ろせばいいのか。あんまり負けないね。もうちょっと下げないとダメかな。やっぱあの山になってるとこ以外はそんなに意味がないかも。でもブレードもう結構しっかり降りてるよな。うん、変わんないね。やっぱりいやー、ここに溜まっちゃったのはちょっとまずかったな。いや、範囲外だいぶいっちゃうぜこれ。ブレードまっすぐにしてみる。いや、このエリア外に出ちゃってんのかな。厳しいな、もったいないなこれ。ペッペッペッペはやめてください。あーでもいけるかも。真ん中に寄せる感じにすればいけるんじゃないか。こうやっての、こう行けば、はいはい、いいんじゃないですか。いいよいいよ。そうそう、そういうこと、そういうこと。でブレードまっすぐで、ガン下げで、もっと持っていくのよ。そうそうそう、いいですよ。そうそうそう、でこれをまた巻くのよ。こうね。
いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いやーこれちょっと最初のあれだな、ダンプからのマークやり方がちょっとまずかったな。もうちょっとこう中ほどにちっちゃい山をいくつか作る感じでやっときゃもっと楽だったはずだ。まだいけるでしょ。オッケーオッケー、8割目に来たよ。ドーザー慣れてきたら結構楽しいのかもしれないな。いやこの丸くなってるからむずいな。ここら辺のこのここら辺から奥にガーッと持っていきたいね。オッケーオッケーオッケー、そういう感じそういう感じ。これもう一回いけんじゃない。もうカードのとこさ、よいしょ、いいよ、切り出し切り切り、オッケー。いやーちょっと最初の巻き方がまずかったな。でもかなりいい感じだったと思う。で、ジャリ出しとくね。タクシー。あ、直接行くってことができるんだ。ジャリ圧縮、ソイルコンパクター、この3つぐらい乗ったのかな。ちょっとどれ乗ったか忘れちゃったな。値段も一緒なんだよな。まあお好みって感じがするけど、ちっちゃいのかな。でもちっちゃい感じすんね。これにしてみる。あら、ああこういう感じになるんだ。店に連絡するみたいな感じなのか。乗る。結構小ぶりかもね。タクシー、よいしょ。で圧縮ね、任してくれ。何回もやった作業だからね。これは作業の進み具合が分かりやすいからだいぶ精神衛生上はいいわ。よし、じゃあこっち行こう。こいつなんかスピードが速い気がすんな。気のせいかな。こいつは見やすいな。あとここでいいか。 OK。 おーおーおー、ちょっとちょっと、なんか外に出されたぞ急に。どういうこと。まあいいけど、ピット掘削、はいはい、一旦降りて、何箇所、あーまあちっちゃいか、ちっちゃいけどちょっとやっぱりこのタイミングで1台買っとこうかな、パワーショベルをな。